はい、他のお店のメニューを紹介します。まあ、お寿司なんだけど結構鍋とかね、日本食を日本語で書いてありますね。まあ、回転寿司なんですけど結構いろんな日本食もありますね。でね、ここはまあ割と手軽に割と安めにお寿司が食べられるお店かなと思います。まあ、ああサバとかね、カニすごいね。ちょっとねメニューが多いから、まあだいたいマヨネーズが乗ってるのはデフォートって感じですね。こっちは、はい、海鮮、マグロ、サーモン、みんなねマグロよりサーモンの方が多いですね。下にどんどん行ってるからね。ネタはまあまあまあかなという感じです。まあ食べられなくはないかなっていうクオリティかな。でもね、ほんとこっちはちゃんとしたお寿司がむちゃくちゃ高いから、まあコスパ的にはここがちょうどいいかな、子供と一緒に行くのにちょうどいいかなって感じ。これはなんか稲荷にお寿司が、お寿司っていうかなんか乗ってる。あと天ぷら、うどん、この辺はちょっと頼んだことないけどね、丼物もあります。あ、子供用のご飯もあるね。サラダ、飲み物、あとなんか説明、回転寿司でもいいし普通にお店食べてもいいしテイクアウトもできるよっていうことですね。まあ、回転寿司のお寿司の値段が書いてある。はい、飲んでいいですか。はい、おしまい。で今はねちょっと春節、まあちょっと終わっちゃったけど春節の時期なので、特別メニューみたいのがあるのかな、季節限定。カンなんかホタテ売ってる。これとこっちもある。厚切りステーキ、こんなのも売ってるんだ。これは牛肉か、美味しいのか。ご飯の注文はテーブルについてる QR コードを読み込んで注文します。